にちは、こんばんは。ゲームドーナツ伊藤です。サッカークラブ育成シリーズの特別からやっていきましょう。そしてお話しませんか。11位、なんとビッグテレビじゃないかな。公式戦とバーに切られた。しかし決めました。先取点です。そして逆にチャンス、ミオ、ああ、もったいない。終了です。疲れが結構溜まってんな。全部中盤変えないといけません。
チャンス。あっと、またバーディー。これが多い、ラインも多い。いいか、特に疲れている。ほとんどありませんね。コーナーキックになります。チャンス。対象です。と言っていいでしょう。2位のままです。スクエナ側は勝ちましたね。ペンタゴン戦を迎えるということになります。全フレッシュな状態で挑みますね。
選手がいるんだ。いますよ、大阪だ。引き抜くとでかいかな。そうでもないか。明らかに出場機会をなんか失ってる感じはありますね。出てたもんです。これが終わるといよいよ6番戦となります。カルチョビットはいかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこう。